ください皆さん、みやべくんが一緒にいるときずっといつロングにすんの、早くロングにしないの、え、明日ロングにするみたいなずっと言ってくるんですよ。しつこいなって思うでしょ。そしたらついにね、 LINE でまでいつロングにするの、早くロングにしてって来るようになったんですよ。もうね、どんだけロング好きなの、もがちのボーブも好きだよとか言ってくるくせにロング大好きじゃん。そうじゃん。ということで、まあそろそろロングにしてやってもいいかなってちょっと思ったんで、今からね、みやべくんには内緒でロングにしに行こうかなって思って外に出てきました。でもね、ロングって結構大変なんですよ。しかも私エクステなんで、ドライヤー大変だし、髪洗うのも大変だし、夏とかさ、髪の毛上げてないとさ、首に汗とか大変じゃないですか。でもそろそろ私もあのツインテールをやりたくなってきたので、ロングになっていこうかな。でもやだな、ドライヤー。こんな暑い時期にさ、洗面台でさ、何十分もドライヤーして立ってなきゃいけないの、本当に暑いから。まあいいでしょう、きっとみやびくんも喜んでくれるでしょ。突然私がロングになったら多分予想してないと思うんで、まあ喜んでくれるかなと思っております。喜べまであるけど。ということで向かっていきますね。今まで私はどこにいたんだって話なんですけど、なんか人通りがすごく多かったから、なんか横のシャッター街みたいなとこで喋ってました。人にとても見られる。そりゃそうやよね、だって一人で喋ってる女だもん。怖い怖い。あ、そういやね、今日のこの動画を撮る前に電車に乗ってきたんですけど、電車の中で女の子に声かけていただいて嬉しかった。その後にエゴサしたら、その子らしき方が可愛いって言ってくれてて嬉しかった。あ、すごいネトストみたい。人見知りだからあんま喋れなかったけど嬉しかった。ということでちょっと向かっていきます。黒髪ボブになりました。2色の差を埋めるのは大変らしいです。ありがとうございます。今からロングになるよ。ロングになったよ。いつもの私になりました。そんでね、みやびくんをね呼び出したんで、もうそろそろ来るかと思います。あ、みやびさん、ええ、かわいすぎやろ。あの、なんでカメラ撮ってんの。今日はね、休日なんですけど、お宮城に秘密でロングにした宮城が喜んでくれるかなって動画撮ってる。めちゃくちゃ場所多分間違えてるよ。超うるさい、ここ。ね、喜んでんの、それ。もう、そう、ようやくまともな髪型になってくれたか、本当にさ。ね、でもさ、ボブも可愛いよって言ってくれてたじゃん。別にボブも可愛いんだけど、そのボブというよりは、真ん中ずっとこのピンクやってたよ。全然こっちは可愛い。大変だったって、色合わせる。あ、そう。いや、本当にでも可愛い。ようやく、ようやく。めっちゃ怖いやん。やば。恋した？いや、ごめんなさい。ねえ、今日はなんでみやびくん呼び出したかっていうと、あ、いや、普通にあの、僕予定あるんですけど、この後帰っていいですか。いや、この後まだ予定あるの、二人で。二人の何の予定。今から一緒に串屋物語に行きます。いやいや、無理です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 。もう予約もしてあるから。いやいや、これさっきラーメン食べちゃったしっていうか。え、でも行けるでしょ。そうなんさ、先に言って。ごめん、でもこの紙に免じて。かわいいな。ええよ、言いたってもええよ。今回のおごりな、それな。まあいいでしょ。え、怒ってくれんの、うん、最近優しいよ。いつも優しいよ。あ、もかさ、ヘッドホン欲しい。それも自分で買ったらええんちゃう。じゃあ、まあ、ん？ありがとう、今日は。ありがとう。なんでこんな新宿なんすか、というか。だから今日は3時間美容室にいたんだけど、1時間経ったぐらいでなんか串カツ食べたいなって思っちゃった。あ、ほんで俺のこと言うんだと。そう。あ、髪の毛見せたかったんやろ。見せたかったんだよ。見せるついでに一緒にご飯食べたら幸せかなって思ったの。いや、マジで可愛すぎ。なんかめっちゃ久しぶりな気がするんだけど、というか。え、でもその髪、なんかさ、ボブの前にさ、半分こうピンクのロングしてたからさ、3ヶ月ぶりぐらいかも。そうだよね、結構前だよね。なんかずっとさ、この半分のなんかヒカルさん風ヘアだった。半分も可愛かったけどね。おかしいでしょ、あれ普通に。え、やめちゃうんだねって言われたようだ。あ、やめろやめろ、そこはやめろ。
なんやねん最低。でもそのピンク可愛いね。それがね、薄くなってきた頃が一番好きかな。私は髪の毛マスターじゃん。なんでも知ってるじゃん。怖い怖い。いやいや、どんな気一緒におると思ってんの。一日お前の顔何時間見とると思ってんの。こっちが10時間10時間とかちゃうよ。ずっと編集中お前の顔見て、飯食ってる時お前の顔見て、お前の顔どんだけ見たらいいんだよ。夢の中では、夢の中はさすがにちょっと出てこないかな。夢の中でも見てよ。やばい。夢の中でも僕は見て。いや、新宿久しぶりに来たわっていうか。やば、新宿って人多いね。いや、ちょっとしんどいわってことで。も最近なんかダイアリーで出てきたよね。映画じゃない、マリオの。来たね来たね。待って、あの歌舞伎の女や。確かに。インナーやめたら。え、インナーがあるから可愛いじゃん。みんな閉めたの。参戦する。ちょっと言ってきてよ。ねえ、やだ、怖い。マジで可愛い。ほんまに可愛い。お前みたいな可愛い女と隣に歩けることをすごい誇りに思うよ、これは。そんな吠えてくれんの、はい、なんか狙ってるんだ。この後さ、あの歌舞伎町の奥の方でさ、ちょっとあの休憩できる場所行くから休憩しようか。いや、いいよ。ちょっと俺疲れちゃったな、汗かいちゃって。ちょっとシャワー見たいんだけど。いや、トイレ行きたいわ。めちゃめちゃトイレ行きたい、トイレ行きたい。やばい、トイレ行きたすぎる。うん、いや、違う、本来漏れそう、今。やばい。近いから。え、ご飯屋さんとかでトイレしたくないよ。もうちょっと落ち着いた場所でトイレしたいから。ちょっとこれ OK、 OK ですね。どこ行く、どこ行く。じゃあね。可愛すぎる。喜んでくれてよかった。歌舞伎の中で一番可愛い。でも似合ってるね、歌舞伎町。あ、もうね、歌舞伎町の女とか。うん、おいで。ただ電車ちょっと行ってこない。行こうわ。ね、久しぶりにさ、足出したんだよ。あ、うまい。かわいい、かわいい。足出してなくてもかわいい。じゃあ担ぐわ。そういうものじゃないんだ。はい、というわけで来ました。一人で、一人で。早速デザートのやめてもらっていい。デザートがいっちゃん美味しいんだ。やばい。ブロッコリーも食べる。偉い？偉い。玉ねぎ。牛肉取ったよ。チーズドーナツを作る。エスビ。やっていい？やっていい？もちもちチーズドーナツってもう私のためのもん。行きます。皆さん、串山の中で幸せに行きますよ。今みたいにハイキング形式で揚げコーナー楽しくない。めっちゃ楽しいな。もかさん、宮城くんとさ、来るまで来たことなかったんだよ。僕はね、このね、12階ですよね。宮城くんのおかげで知れた店、ありがとう。よく女の子ディスったから、これ。じゃあもう帰るわ。それだけ食べて帰るわ。赤が焦がす。めちゃくちゃグズグズなってますけど、めっちゃうまそう。モカとどっちうまそう。なんか早くそう。なんでそんなことやる。モカのおすすめはポン酢です。エビ食べよ。ポン酢が一番おいしいよ。あ、ほんま、本当にエビが一番うまい。無限にエビ食べる。今日の目標は、そこの店舗のエビを枯らすこと。小学生かな。無理かな。そのエビとかエビやねん。え、でも本当に美味しいんだもん。未来くんにも食べさせてあげるね、エビ。あー、なれん。食べさせてね。あー、うまっ。牛肉うまっ。うまいか。指だけ取りすぎね。今日は絶対枯らすから。いや、枯らせたら怒ってあげる。本当、はい、頑張ってみる。でも普通にエビが好きだから頑張るも何もない。大体こうやってバイキングと元コールとか行ってめちゃくちゃ食う感じ出して、全然途中からデザート食い始めて食わなくなります。バレバレないよ、お前みたいなやつやな。でもエビはいける。今日髪の毛切ってきたんでしょ。うん。で、俺今までさ、基本的に1000円カットとかホットペッパーの初回クーポンみたいなの使って、はい、なんか特にこだわりの美容師みたいな人いなかったんよ。うん。なんだけど最近ちょっと新宿に24時間やってる美容室みたいなのがあって、すごっ。そこだったらさ、俺ちょっと逆転しがちなんだけど行きやすいやん。いつもさ、コメント欄とかでもさ、宮部くん髪の毛邪魔すぎるんだ、めっちゃ書かれるから、なるべくこう行った方がいいなと思って。そこのなんか人が俺のことしてくれてたの、美容師の人が。せっかくだし継続的にお願いしてみようかなと思って。その人のとこ10回ぐらい行ってんの。
のよ。ミライくんが。うん。で、やっぱそうすると俺の顔に合わせた。あ、わかる。髪型とかさ、そう選んでくれたりするから、結構ね最近ね美容師であんま困らない。でも嫌にならない、なんか途中からなんか、うん、全部知られてるのが嫌になって変えちゃうのもか途中から。それはちょっとよくわかんないわ。嫌になるってどういうこと？だから行ったらもうわかるじゃん。いつもので分かっちゃうじゃん。うん、なんかそれが嫌になっちゃうの途中から。なんでなん？いや分からん。え、でも多分分かってくれる人いると思うんだけど。俺は逆にいつもより数字の方が楽やわ。だからいつもさ同じ長さとかにしてもらってるからさ、この長さでいいよねみたいな言われるのが嫌になる。え、でもなんない時はすごい楽だからそれでいいんだけど、それめんどくさい女だからいつそれがなるか分かんない。何こいつ。え、だからなんかさ2年ぐらい通って急に行かなくなったりめっちゃする。そうなんだ。また一からすんのが大変そうだけど。そうなんだよ。でももか今の美容師さんずっと一緒。マジ長い。結構長くない？もしかして付き合ってんの？長くないです。やめて。やめてへん。美容師ってでもモテるっていいよね。確かに。やっぱ話とか上手くなるのかな。いや、めっちゃ面白い。俺も美容師になりてぇな。で、入れるだけ入れてさ、面倒見ないのやめて。はい、ごめんなさい。あと、なんでこれ感じでしょ。これ食べてみよう。チーズ餅。違うわ、チーズドーナツ。よくわかんない。なんなんそれ。これマジでうまい。家でさ、串揚げやろうとしたらさ、めっちゃ大変じゃん、正直。できんの？結構俺さ、実家いるとき、週末とかさ、家族でさ、串やってて。油跳ねるし、超大変なんだよね。よくいろんなこと家でやろうとするね。なんかうちはね、あんま外食しない家だったんだよ。やっぱ何もかも逆だよ。うち外食めっちゃしてた。もう、甘みとかなかなか壊れない。エビ戦隊、エビ戦隊エビレンジャー、甘エビ担当モカです。あと何エビ担当？あとは蒸しエビ。蒸しエビと赤エビ。フルマエビ。あ、いいよ。何担当がいい？うまっ。うまっ。あ、鬼滅の歌だよ。すぐ踊るよ。なんやその顔は。いや、踊んないよ。かわいいな。マジでかわいいな。見せて。見せて、子供や。ビデオカメラくるってしてて子供。かわいいな。汗かく。まあ、汗かいて、ちょっと出てしょうか。いや、いいや。なんか家が一番安らぐからさ。エビフライ屋さん。みやゆくん、これうまいよ。もも。おいしいです。うわ、肉の塊じゃん。はい、口直しのね、野菜までね、ドレッシングかけすぎ死んじゃうよ。あっち干しポテうまい。エビはどうした？今は全然深い。どうしたん、エビは？なかなかなっちゃったな。え、でも今干しポテ食べたい。ちょいちょいちょい、エビはあった。え、あんた30分前のことは思わせた。可愛いからって見せたらないよな。今日6になったよ。干しポテ食べたいな。干しポテでなす。干しのポテト持ってきなさい。何これ？いいよ。ここ。何？そんな難易度高いのできないよ、モカ。ちゃんと綺麗にしてきよ。OK、いいよ。うまくない？うまい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 。あ、変態や。これが干しポテです。これマジでうまい。さ、そのソフト食べて思ったんだけどさ、コストコのソフト食べた。あ、コストコのソフトうまかった。めっちゃうまかった。コストコのソフト結構人生の中で上位に行くぐらいにはうまかった。久しぶりにツイテールできるの嬉しすぎる。ニカニカ。でもボブ好きな人たちが悲しんでた。この食べ方やめて。おいしい。うん。ちょっと待って。はい、じゃあ食べました。お疲れ様でした。美味しかった。あ、俺はちょっと夜の街に行けるわ。お疲れ。じゃあ僕はそこら辺のキャッチに引っかかってきちゃうからね。あ、じゃあまたバラバラにしようか。ダメ。糸がやばい、マジで。てか暑い、果てしない暑さ。マジ暑すぎない？今日隣の子見て。何、ビックロ行きたいの？うん。
びっくりでどうすんの。見たいものがある。見たいもの、うん、何見たいものって。ちょっとそれまだ秘密かな。シークレットベイビーは。おすげえ YouTube 見てます。おお、ありがとうございます。めっちゃ YouTube 見てますわ。あ、頑張ってください。ありがとうございます。怖いな。びっくりした。キャッチみたいな人に声かけられて知ってますって。嬉しいことですわ。普通に絡まれたんかと思ったよ。モカが。ああ、モカが突然止まったから逃げようかと思った俺。やめてよ。怖いし、一人で逃げようと思って。助けてあげて。いや、無理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 。あ、絡まれたらちょっともう無理です。僕すいません、ありがとうございます。せめて助けて。助けてあげて。よくあるじゃん、アニメとかでさ、ヤンキーに絡まれ助けてさ、ヒロインが主人公のこと好きになるみたいな、うん、あ、無理やね、普通に。できるよ、宮井くんだったら。いや、ボコボコにされるよ、俺普通に。ボコボコにされても守れんだったら守りたい。身を挺して守る。でもボコボコにされた結果守れないんだったら、俺はボコボコにされたくない。だから逃げる。これは被害を2人にするか1人にするかの違いなだけ。これ効率的に考えれば確実に1人ボコボコになればいいっていう、それだけで済む話なんやから、お前だけボコボコになってくれ。いやですよ、お前って言わないでください。あ、すいません。これね、びっくり、何したいの。だから見たいものがあるの。何見たいの。だから秘密って言ってよね。いやいや、現実受け止めたくないよっていうか、俺さ、ビックロに嫌な思い出しかないんだよ。なんで。前はなんかスイッチ買わされたし、なんかあの、いろいろ買わされてる思い出しかないんですけど、大丈夫そう。大丈夫大丈夫。まあ、とりあえずちょっと向かっていきたいと思います。最近ね、新宿でね、女の子と遊んだ時にね、ああ夜パフェ食べに行った。夜パフェ、うん、何それ。夜の時間帯から始まるパフェ屋さん。何その、ちょっとエッチなパフェ屋さんは。うまかったよ。何ですかそれ。ちょっと行きたくなってきましたね、僕も。行きたくなった。美味しかった。なんか椅子あるよ、座ってきたら。え、本当だ、椅子ある。座ったところから物語がスタートする可能性ある。怖い。怖い。怖い。あ、YouTuber で占い師やった。占い師やった。あ、すごい。占い師やった。大丈夫だろ。あなたやっぱ恋愛体質だよ。そうですか。楽しいこと優先だわ。すごい。対応ってもらえた。お金苦労しないよ。あ、あなたいいよ、アイドル向いてるよ。やった。人気は向いてるよ。やった。運命線がここに来てるじゃん。スーパーアイドルか競争。あ、今の仕事向いてるよ。あなた足は少ないね。あんま悩まないね。ストレス溜まってるよ、あんた。太陽線がうっす。俺お金に恵まれないかもしれない。すごいっすね。うわ、ありがとう。ねえ、実はさ、ヘッドホン欲しくてさ、それいいなって思ってたの。でもピンクも可愛いな。可愛いな。ねえ、何が似合うかな。これでいいんちゃう。でも高いよ。買ったるよ、欲しいんやったら。ほんま。よ。でももうちょっと安くてもいい。いいの。まあ、ほんまに欲しいやつだったら何でもいいよ。似合ってた。似合ってるよ。買いましょうか。はい、今ちょっとね、ファミマでこれ色々さっきあの占いしてもらったんで、お礼にそれ渡して帰ろう。帰りましょうか。おもろかったね。おもろかったな、うん、あのおっちゃんな。すごいね。ちょっと変なおっちゃんやけど、あれ出会って1秒で占いみたいな。すごい。でも楽しかった。占いってなんか楽しいよね。あげます。あ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。帰ってまいりました。偉いですね、洗濯物して片付けてるよ。ヘッドホン。早くヘッドホン欲しいな。やべ、パンツ。ヘッドホン。ちょっと下着だから落ち着いてください。はい、というわけで帰ってきましたよ、おもかさん。疲れた。疲れたね、可愛くなったね。学校がさ、せっせこせっせこ冷蔵庫にさ、冷やした水さ、あんた飲んでるやん。せっせこせっせこ冷蔵庫に運んでんのにさ、あと一回も入れたことないでさ、人の冷やした水だけ飲んでるでしょ。だらけひどい。はい、というわけでですね、おばさんお疲れ様でした。今日はなぜか動画撮ってて、僕の休みが台無しになったんですけども、まあ僕は休みないんで全然いいんですけどね。でも楽しかったでしょ。めっちゃ楽しかったよ。ちょっとビッグカメラ行くね。え、食えんのそれ。キモ。ホットドッググミ。この人ですね、ずっと前からヘッドホン欲しいってずっと言ってたんですよ。でもそれね、ちょっと見に行ったんで買ってあげようかなと思ったんですけど、高すぎ。ビッグカメラ。普通にサイトで買った方が安いんで、プレゼントなんですけど、価格コムでですね、ちょっと調べて、いい感じのところをね、探して買ってあげたいと思います。赤ちゃんに。ほんと？いいな。いいよ。ありがとう、パパ。なんか、ブラックがいいな。キラ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 。ソニーのこのヘッドホンね、買ってあげましょう。
ありがとう。いっぱい。ビックカメラで買ったらさ、6万円すんのにさ、価格コンとかで買って4万4千とかなんですよ。なんか同じものなのになんでそんな値段違うの？でもさ、電気屋さんってさ、うちのおばあちゃんよく値下げ交渉してた。そんなめんどくさいんだよね。でもちょっと嫌だよね。やるよ。でも俺時々あやるんだ、うん、でもなんかなんだっけ、電卓持ってるうちはまだいけるらしいよそうなの。テレビで言ってた。でもさ、それさ、なんか何十万とかの高い買い物の時じゃん、ヘッドホンとかってね、しんどい気がする。おばあちゃん呼んでこようかうちのおばあちゃんガンガン行く。すごいな。結構ガンガン行ける系のおば。でも結局そういう人がさ、世の中得するよね。確かに。ウェイウェイ行ってなんぼみたいなとこあったもんね。うん。じゃあ15日の午前中に。やった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 。これで私ノイズキャンセリング女になるよ。よかった。初めてだよ。なんかAirPods Pro も買ったことないから。トンネラ聞いてほしいんですけど、いやちょっと帰り道とんでもないこと起こりましてですね、タクシーに乗ろうかなと思ったんですよ。っていうのもちょっともう夜結構遅いのと、今日はこのヘッドホン分、まあ、安くできるんじゃないかっていうね、目論みのもと2人でちょっと今日タクシー乗っちゃうみたいな感じでタクシー乗り場に行ったら、とんでもないこと思ったんですよね。よかったね。っていうか全然タクシーがまず見つからなくて、しゃーなくタクシー乗り場まで行ったんですよ、新宿駅の。そしたらですね、どうでした、文化さん。モケたちの前に3組並んでたんですけど、一番前の男の人とモケたちの前の3番目の人たち喧嘩してたんだよね。むちゃくちゃ柄悪い人たちいて、めっちゃ大声、うわーうめえ、お並んでみたらさーって、やばかった。いや、ブレイキングダウン出てそうな人が喧嘩しました。やばかった。俺が並んでたんだろ先に。その3番目の人も、いやいや気づかなかったんだろうかよとか言って、このなんかわーみたいな、こう食い下がっていくから、お互いにめっちゃ喧嘩してで、その喧嘩最中に後ろにカップルが来たんですよ、とある。で、ヤバすぎるカップルで、じゃあ僕はどこにするよ、うん、って言いながら、あやぎながら来た、おっぱいもみもみカップル来たんで、ヤバいあいつらガチでさ、顔すぎて喧嘩してる後ろではおっぱい揉みながら、なんかその女もがなんかそのあえぎながら、なんか今夜は眠れないねとか言ってるんですよ。意味わかんないこの状況と思って、なんだったあの人たち。その間に挟めたモカたちね。モカも怖そうにしてるしさ、どうしようって思って、電車で帰りました結局もう最悪でした。なんかカオスな街だね、新宿って。まあ楽しい一日でした。楽しかったです。ありがとう。またね、また行こうね。うん、今度は一日遊ぼうな。いや、ちょっとそれよ、おやすみ。え、ヘッドホンありがとう。はい、ヘッドホン、どうしよう、おやすみ。うん、おやすみはないよ。うん、え